この動画では青葉区白鳥台公道充電ステーションの利用方法をご紹介します。その1、駐車について。充電ステーションの枠内に駐車しましょう。すでに2台充電中の場合は充電待ちはできません。また逆向き駐車は渋滞や事故の原因となるためおやめください。その2、降車について。車が来ないことをミラーと目視で確認してから降車しましょう。その3、充電について。今回は日産リーフでの充電方法をご紹介します。まず充電口の蓋を開けます。次にコネクターを取りましょう。ケーブルを引っ張り車の充電口に差し込みます。この時前側に駐車された車で充電する際はケーブルの長さが足りなくならないようにしっかり引っ張るようにしましょう。タッチパネルにカードをかざします。充電がスタートされているかモニターでしっかり確認しましょう。また充電中は歩道で待つか車内で待つなどして車道に出ないように気をつけてください。マナーを守りゴミなどを捨てないようにしましょう。パネルで確認してボタンを押せば充電完了です。その4、ケーブルの片付けについて。ケーブルを片付けるときは車道にケーブルが出ないようにしまいましょう。その5、乗車について。乗車時は車が来ないことを確認してからお乗りください。その6、充電終了後出発する場合について。安全確認をしてから出発しましょう。その7、トラブルシューティングについて。故障が疑われる場合は充電器本体の番号へお電話ください。安全に気をつけてルールやマナーを守り気持ちよく利用できるようにしましょう。